皆さんこんにちは、ピチです。今回は手帳タイムをお届けしたいと思います。現在お昼の1時過ぎですかね。はい、朝手帳を触れなかったので、今から朝の手帳タイム、お昼過ぎなんですけど、朝の手帳タイムをやっていきたいなっていうふうに思います。よいしょ。まずですね、ピュアライフダイアリーのピュアライフピンの設定と、あと今日の朝のコンディション、寝起きのコンディションを書いていきたいと思います。はい、今日のコンディション、朝のコンディションはですね、ちょっと×だったんですよね。睡眠時間があまり取れずっていう感じで、睡眠時間少なめ、よいしょ、なんですが、目覚めはすっきりです。目覚めはすっきりで、今日も雨なんですよ。昨日も雨で今日も雨ですね。あのね、雨なのでね雨だからか、少し気持ちもどんよりですね。はい、手帳タイムをしてテンションを上げていこうと思います。で、今日はちょっとね、こんな感じだったので、こんな感じなので、自分で自分の機嫌を取っていきたい、ご機嫌でいたいので、あれですね、タスクをちょっと書いていこうかなっていうふうに思いますね。雑記書くと、雑記で自分の今の気持ちとか書き出すとちょっとすっきりしたりするタイプなので、今日はちょっとね、このどんよりした気持ちを雑記を書いてテンション上げていきたいですね。それから、今日も筋トレをやる、筋トレする、はい、あと何やりたいかな、そう、あの情報のまとめをちょっとしたいと思います。情報のまとめを手帳に、はい、今日はこんな感じでやっていきたいなと思います。はい、次、持ち歩き手帳ですね。これに今日のやりたいこと、片付けたいことを書いていこうと思います。一応ね、午前中に終わらせちゃったことも書いていこうかなと思います。動画の修正をやりました。で、動画を撮る、今日今撮ってますね、動画撮る、それから編集と動画のアップロードをしたいですね。でね、買い物に行かないとですね、雨の日の買い物ってなんでこんなに憂鬱なんでしょうか皆さんは意外と雨の日でもルンルンでお買い物に行けますか？なんか今日は買い物に行くのが非常にめんどくさい、そんな日です郵便局に行っちゃいます。やっと片付けられるな。それから、で、ここでね、持ち物3つ、病院へ
病院宛てと、あと友人とですね、3件分持ってきます。で、あとは何だっけ？雑記書くでしょ？筋トレするでしょ？で、情報書く。どうしようかな。できたら、時間次第ですけど、カフェ行けたら行きたいですかね。はい、一応書いとこうと思います。んで、メモ。そうね。特にないかな。旦、そうですね。これは、今日は特に朝のメモはいいかな。はい、じゃあこんな感じで、雑記を書いていきたいんですけど、どうしよっかな。ミニ録に書いてきますかね。はい。はい。はい。このアシュフォードのドットリーフで書いていきたいと思います。で、この間ディズニーランドに行ってきたんですけど、メモ帳を買ってきました。こんな感じで、これまだ使ってないので、これもね、こんな感じで貼って書いていきたいなと思います。そうだな、万年筆で書くか、いや、なんか今日はボールペンでゴリゴリ書いていこうかな。はい、じゃあこれで書いていきましょうかね。何から書こうか迷っちゃうな。デイということで、今日は雨だよということで、うわー、むずい。はい。で、ちょっとね、グラデーションっぽくやりたいんですよね。ということで、薄いブルーなので、上にブルーブラックをちょっと重ねて、グラデーションっぽくできるかな。よいしょ。重ねていこうと思います。もうちょい下でもいいか。いいよ。あ、点書き忘れてる。あれですね、なんか 黙々と黙ってしまう。動画だから喋らなきゃって思いつつ、ちょっと黙っちゃいますね。よいしょ。ここら
辺までかな。よいしょ。こんな感じで書いてみました。で、雨なのでしずくとか書いてみる。よいしょよいしょ。なんかブルーブラックで描きたくなっちゃったな。どっちだよってどっちだよって感じなんですけど、あ、まあでもこれこう貼ってよいしょかな。よいしょ。テープのりで、スティックのりをね、もう買ってこないとないんですよね。ベタッと。あ、嘘じゃん。ずれたずれた。いやだー。セーフ。はい。はい。こんな感じで、先にデコしちゃおうかな。ちょっと。雨なのでブルー系でデコしていこうかな。よっ。久しぶりにこの手でなんだっけピンセットを使わずこの手で貼る感じ、これもまたいいですね。よいしょ。よいしょ。どんどんシールも使っていきたい。リボンとか可愛いけど入んないかな。入んないか。でも可愛いよな。ちょっと切って貼るか。ここら辺を。あ、よきよき。はい、オッケーオッケー。ちょっとこれももったいないんで貼っちゃいます。それからお花のシールとかも貼っちゃおうかな。よいしょ。はい。あとは何かあるかな。モリモリに貼ってきます。モリモリに。よ。よいしょ。はいはい、こんな感じで。やっぱミニロクにシール貼るとあっという間に埋まっちゃいますね。ほんのちょっとしか書けないですけど、まあまあこれもいい、こういう日があってもいいということで、2024年、あ、今日222の日、猫の日かな。
猫の日ですかね。8割ちゃん書いとくか。ちょん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 。よ今日は雨で、ちょっとテンションも下がり気味。雑記を書いたり、かわいい素材に癒されてテンションを上げていきたい。よいしょ。雨にも負けず、今日一日を楽しく乗り切りましょう。はい、このメモ帳、このメモかわいい。はい、こんな感じで。ミニーちゃんがめっちゃかわいいですね。うん、はい、こんな感じで。表はシールとかメモ帳を使ってもりもりに飾ってみました。後ろは普通にペンだけで、字だけで書いていこうかなと思います。そう、実はですね、今日楽しみが一つあります。じゃじゃーん。ちょっと不格好な鉛筆鉛筆買ったわけじゃないんですけど、どうだ、こうか、こうか。はい、ちょっと失敗しちゃったな、これ嫌だな、シールで隠そうかこういう時もありますよ。なんかいい感じのシールないかな。ちっちゃいシール、なんかかわいいトイプードルかな、これ。ワンちゃんのシールがちょうど見つかったので、これをペタッと貼っときましょうね。かわいい。今日ポチったものが届くぞということで、めちゃくちゃ楽しみです。はい、今回はインクとね、万年筆迷ったんですけど、万年筆を購入しました。でも、よいしょ、インクもセットのやつです結局両方かいっていうインクもセットのやつ届いたらですね、
またみんなにも紹介したいなと思ってます。はい、このね、また新しいペンが来たらハンドレタリングというか、こうペンでね、雑記を楽しむっていうことがますますね楽しくなると思うので、はい、楽しみです。楽しみしか言ってないワクワクしてます。はい、でですね、そう、私がハンドレタリングで参考にさせてもらってるのがこの本です。近くの本屋さんになんか本売ってないかなと思って、こういうハンドレタリングとかデザイン系の本売ってないかなと思って見に行ったら、この本が置いてあったので、私はこのね、朝日新聞出版って書いてありますね、が出してるペン一本で書くアート文字ハンドレタリングってやつですね。はい、これを参考に練習したり、ちょっとね難しいデザインとかが入ってるので、なかなかマスターちょっとできてないんですけど、まあでも楽しく練習とかできています。はい、とね、私が参考にしているハンドレタリングの書籍は、朝日新聞出版、新聞出版から出ている。よいしょ。ペン一本で書くアート文字ハンドレタリング、こうか。ちょっとむずいですね、この真似して書いてみたんですけどとね、文字とフレーズ、文字とフレーズが450個50点ですね、掲載されています。載ってるよ、載っていて、見応え、見応えありまくりのありということで、はい、まだまだ、簡単なレタリングしか書けないけど、少しずつスキルを習得したいです。
習得、習得、習得ってどうやって書くんだっけ、学んでいるだ、習得したい。はい、こんな感じでございます。隙間さえあったらキラキラさせちゃうちょっとね、ちょっと飾っちゃう、ハートとかも描いちゃう、ハートいっぱいにしちゃう。はい、描けました。あー、ちょっとスキッしましたこれで、ね、今日も午後はワクワクしながら過ごせると思います。荷物も届きますしね。よし、じゃあこれを挟んでですね、よ、はい、今日の雑記書きました。ちょっとこれ家具のサイズメモでなんかすごいね、雑に書かれてて申し訳ないんですけどはい、雑記の方はこんな感じです。はい、よし、ではでは皆さん、また次回の動画でお会いできること楽しみにしております。最後までご視聴してくださりありがとうございました。ピッチでした。バイバーイ。